三吉運動公園三吉運動公園野球場三吉運動公園野球場は広島県三吉市東坂屋町の三吉運動公園内にある野球場である。愛称は三次金蔡スタジアム。施設は三次市が所有し、水野が指定管理者として運営管理を行っている。1989年から中国自動車道三次インターチェンジ南側で 整備事業が進められている三好運動公園内に2009年3月末、竣工した。三次市は会場に先立って愛称公募を実施し、その結果4月7日に応募総数963件の中から三次金祭スタジアムが選考された。金祭とは広島弁で来てくださいを表し、多くの人々に訪れてもらいたいという願いが込められている。また、 金祭という言葉自体が夏に行われる三次金祭祭りなどで市民に広く親しまれている点も考慮された。4月25日に行われた落成式で表彰が行われ、金祭の名称で応募した計40人には記念品が贈呈された。また同日、コケラ落としとして少年野球大会が開催された。同年6月17日、プロ野球セパ交流戦。 広島対東北楽天戦が開催され、試合は2から5で楽天が勝利した。また、同試合は3時では52年ぶりのプロ野球公式戦となった。この試合では、広島の栗原健太が、球場初ホームランを放ったが、それを記念するプレートの除幕式が12月19日に行われた。二千十一年五月十三日にはセパ交流戦、広島対千葉ロッテ戦が、 開催予定だったが、雨天中止となった。該当試合は予備日に設定されていた翌5月24日の松田スタジアムで行われたため、3時での代替カードは組まれなかった。2012年6月11日には、広島対オリックス戦。2014年5月26日には、広島対埼玉西部戦が開催された。2015年7月8日には、初のリーグ戦として、 広島対横浜 DNA 戦が開催された。2016年6月28日、東急上での広島対東京ヤクルト戦において、広島が22年ぶりの10連勝を記録した。なお、ウエスタンリーグ公式戦は不定期で開催されているが2016年、現在、一軍オープン戦の開催実績はない。設計に先立って、 整備計画検討委員会が2006年9月から同年12月まで3回開催されたが、検討委員の一員だった広島カープの意見が採用されており、同時期に建設された、マズダ・ズーム、ズーム・スタジアム広島と共通点が多い。すべて平日開催のナイトゲーム。ありがとうございます。